どうもこんにちは、中野敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。この後のロト6について話したいと思います。抽選までまだ2時間以上あるけど、昨日予想した数字、もう一度、確認したいと思います。まず1口目、1つ目が1、2つ目が3、3つ目が10、4つ目が、11か。5つ目が15で、最後の数字が43です。続いて2口目。1つ目が3。2つ目が15。3つ目が20。4つ目が22。5つ目が31。最後の数字が33です。それで、どうやろうな。結構その1口目。1口目かなり偏ってるから、あんまり自信ないねんけど、ちょっと偏りすぎてるかなっていう感じかな、一口目は。一口目可能性がある数字は3。3と15と43。このあたりかな、可能性があるというか、来るんじゃないかなって思うのは。そして二口目は3と15。3と15と33。このあたりがなんか出そうな感じがする。まあ、とりあえずこの二口で今日、何個一致するか確認したいと思います。いつもと同じぐらいの時間に当選結果報告します。前回が結構惜しい感じだったから、まあ可能性はあるかなと思うけど、どうやろうな。まあ、当選できるように、その結果を待ちたいと思います。こう当選できますようにって祈りながら。まあ、とりあえず、いつもと同じ時間にロト6結果報告したいと思います。それでは、また後で動画を撮ります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。